も大集合。おこの番組はサバヤ食品とご覧のスポンサーの提供でお送りします。エクスカイザー戦え宇宙警察カイザーズ。スカイマックス、ダッシュマックス、ドリルマックス3体で巨大ロボゴッドマックスに合体。すごい勇者がやってきた。ダイナミックな変形メカカバヤエクスカイザーガム新発売。100円のマーブルチョコもよろしく。カバヤ。最強の敵を倒すため悟空もさらにパワーアップした。迫力の 3D バトルに最新の必殺技も登場して、ドラゴンボール Z 強襲サイヤ人。ゲームセンターの人気者ワニワニパニック大登場。毎日楽しくワニ退治ワニワニパニック。こんにちは、ファミコ大集合司会の諏訪真嗣です。皆さんこんにちは、山田っ子です。そしていつものようにアシスタントのお姉さんはリエちゃんと静香ちゃんです。よろしく。はい、ね、ヒゲも剃りまして。そうなんですよ、はい、もう若々しくなっちゃいまして ね可愛くなりましたね。本当高校生かと思っちゃった、はい、これからプリティ諏訪と呼んでください。はい、困りました。はい、まあ気分も新たにリフレッシュしてまた頑張っていきましょう。そうですね、はい、はい、まずはですねこのコーナーからです。はい、ファミコチャレンジランド。今日はザ・ペナントリーグに挑戦してもらいます。はい、それではですね早速チャレンジャーたちを紹介しましょう。はい、 A ブロックリエちゃん。はい、 A ブロックです。名前と学年元気よく。1番小2のイラノです。頑張ります。2番小2の北村です。頑張ります。3番、ね、小3の竹内です。頑張ります。はい、4番、小1の川口正彦。頑張るぞ。はい、はい、5番、小2の川東です。頑張ります。続いては B ブロックです。はい、静香ちゃん。はい、 B ブロックです。名前と学年を元気よく言ってください。6番、小1の小道です。頑張るぞ。7番、小3の秋元です。頑張ります。はい、8番、小2の桜井です。頑張るぞ。頑張れ。9番、小5のヒューマです。野上見てるか。10番、小3のなめかわです。頑張ります。ああ小粒だけどなかなか味があっていいですね今日はね。はい、はい、頑張っていただきたいと思います。それではみんな用意はいいですか。制限時間はいつものように15分です。はい、今週も素晴らしい商品が用意されています。頑張りましょう。はい、それではファミッコチャレンジランド用意スタート。さあどういう結果になりますか。はい、ゲームの解説の方はゲータイストの中本さんです。中本さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ですね、今日は、ホームランナイター90ザ・ペナントリーグなんですけれども、ワンピープレイで戦ってもらうというわけですね。それでですね、コンピューターも自分のチームも好きなところを選んで好きな球場を選んで、それで勝った点から、負けた点を引いたのが自分の得点になるというわけですね。それでですね、もし得点が同じ場合には、もう自分が取った方が多い方がね、勝ちということにしたいと思います。それではね、A ブロック3番の子から見てみることにしたいと思います。今試合始まったばっかで、ちょうどアウト、ちょうどボール取られちゃったところなんですけれどもね、とにかく、走るときに A ボタン連打によって少し速くなるんで、そういったテクニックをうまく使っていただきたいと思います。それでは B ブロック見てみたいと思います。はい、B ブロック、8番の彼のプレイを見てみることにしましょう。今ちょうどね、ちょっと打ち上げちゃったからね、取られちゃうかなみたいな感じなんですけどもね、とにかく、相手のね隙を縫って打つと。でもって自分が守備してる時にも、走ればボールを取りに行くことができるんで、そういったテクニックを駆使して、頑張ってほしいと思います。以上です。
はい、もうあーなんていう声聞こえましたから ねもう失敗してる人がいるかもしれない、ね、野球ですからね。はい、はい、それではですね、はい、ひとまずチャレンジランドの方は中本さんにお任せいたしまして、そうですね、僕たちはあの次の方ね、次のコーナーに行きましょう。行ってまいりましょう、はい、最新ソフト情報のコーナーです。はい、まずはですね、新作ソフトの VTR リポートからです。どうぞ。はい、最新ソフト情報、まずはこれ。いよいよ発売が迫ったラストハルマゲドン。12体のモンスターを主人公にした話題のロールプレイングゲーム。彼らは時間の流れに応じて3つのパーティーに分かれて登場。荒廃した地上に復帰するための危険な調査を開始するんだが、それを阻もうとするのがエイリアンたち。さあ、一体どんな世界が展開していくのか、いよいよ発売です。さあ続いては PC エンジンで登場、チャンピオンレスラー。個性あふれる8人のレスラーが画面狭しと暴れまくる、ご存知アーケードの人気ゲームがこれ。しかも1人プレイはもちろん最大4人まで同時に遊べるから、友達とタッグを組んで反則あり場外乱闘ありの大乱戦が味わえるんだ。さあ、チャンピオンベルトを手にするのは誰かな。さて変わってはダークロード。遥か昔、全能の神アルファーズが地中深く封印した闇の支配者ラグメイダ。ところが数世紀を経た今、再び様々な異変が起こり始めた。デミヒューマンと共にラグメイラが蘇ったのか。事件解明のため壮大な冒険の旅が始まります。さてお次は赤川次郎の幽霊列車。走っている列車の中から忽然と姿を消してしまった8人の乗客。原作赤川次郎、キャラクターデザイン渡瀬製造、そして音楽は杉山浩一と各界の最高スタッフを揃えた話題のアドベンチャーゲーム。それにしてもわずか15分の間にどうやって乗客が消えちゃったのかしらね。さて今週最後は TMNT、 ティーンネイジミュータント忍者タートルズ。全米で大ヒットを飛ばした人気者、亀忍者4人組がいよいよファミコンで登場。ゲームボーイで一足早く楽しんでいるお友達も多いと思うけど、ファミコンの方も期待以上の出来。さあ、4人の亀忍者たちを上手に使い分けて犯罪組織フットクラウンを壊滅させましょう。といったところで今週はこの辺で、スタジオさんよろしく。はい、どうも、いろいろ新作が出ましたけれどもね、はい、今週もさらに2本スタジオから生で紹介いたします。はい、まず1本目を紹介してくれるのはカルチャーブレーンの遠藤さんです。どうもこんにちは。こんにちは、カルチャーブレーンの遠藤さん、よろしくお願いします。今日は何を持ってきて、今日はですね、あのスーパーチャイニーズ3です。はい、はい、前回はですね、ちょっとマップだけしかちょっとお見せできませんでしたので、今日はですね、アクションシーンも、時間の ある限り見せたいと思いますので。楽しみですね、はいはい、で今日はですね、これ1人でも2人でもこれスーパーチャイニーズはできるんですよ、はいはい、でちょっと2人でやってみたいので、はい、ちょっと諏訪さんに、じゃあ諏訪さん、はい、ちょっとお手伝いを。大丈夫かな、ちょっと心配ですけどね、はい、任せてくださいね。大丈夫かな、はい、それでスーパーチャイニーズですね、はい、一応1人でも2人でもできます。今回はですね、3人の珍道中という形で、はい、今後ろからついてきますよね、はい、これがボクシン殿下といっていろいろ手助けしてくれます。3人で行動する、はい、A ボタンを押していただけますか。これがアクションシーンですね、はいはい、今回のですね、スーパーチャイニーズはですね、横スクロールのアクションシーンになりました。どっちが、あれ赤い方がする、私が赤です。僕は諏訪さんは青です。あ、今、はい、あれあらこれですね、B ボタンでね、キックです。お、やられちゃいました。頑張れ、頑張れ。今度のスーパーチャイニーズ3はですね、仲間同士、やっつけることもできます。あらら、はい、したもう諏訪さんやられちゃったかな。いや、まだ大丈夫ですか、まだ大丈夫ですね、はいはい、2人で、こういうふうにですね、敵をやっつけますと、はい、マップ上にまた出られます。はい、はい、頑張れ。こういう形で3人の珍道中ですね、はい、こちらください。あ、こっち、はいはい、どこ行ってる、違う違う、マップ上歩いてですね、敵と遭遇し、戦っていきます。で、横スクロールですので、今回はですね、あらあら、幅広くゲームがですね、はい、楽しめるようになってます。あれ、はい、それとまたこれですね、敵がですね、あれ進まない、このようにですね、敵に投げられます。こういうシステムが入ってますので、うん、より一層面白く楽しくですね、ゲームができるようになりましたので、うん、はい、
一人死んじゃいました。あれ？あ、死にました。私が死にました。あ、遠藤さんが、はい、いなくなってしまう。喋ってる間に、いろんなまたね、本当は忍術を見せなかったんです。あ、なるほどね、はい、そういう忍術を使って。そうです、いろんな忍術もできますのでね。そうすると、はい、スムーズにいくという。そうですね。ねはい。はい、今回、まだやってますね、私にもちょっとやられちゃいましたので申し訳ございません。ということです、はい、楽しみですね。はい、ということでカルチャーブレインの遠藤さんでした。まだやってます。ありがとうございました。もっとやってていいですか。追いつかせてください。はい、はい、続いて2本目、はい、はい、2本目を紹介してくれるのは台東の服部さんです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、はい、メガドライブのダライアス2をですね、はい、紹介していきたいと思います。はい、でメガドラのあのダライアス2にはですね、なくてはいけないというボス、はい、ヤマトのシーン、これをですね、見ていただきながらちょっと説明していきたいと思います。はい、それでは、画面の方早速進めていきたいと思います。これヤマトはですね L ゾーンにいるわけなんですけども、はい、ここでですね今日はちょっとあのアイテムの紹介、ちょうど今出てきたあのキャラ、これを倒すと今赤いの、赤いやつですね、はい、これあのホームベースみたいな形してるんですけども、これを取っていくとどんどんあの自分のパワーアップがするわけですね。で今緑が出てきました。今度緑、はい、これがですね、一応ダライアスに関しては4種類入ってるんですよ。で赤いのがですね自分のミサイルのパワーアップですね、先ほど出ました、はいはい、それと緑がですねあのこの画面の今下にこう打ってるやつ、これのパワーアップアイテムになります。はい、それと、オレンジというのがあるんですけども、オレンジ今出てるやつなんですけども、はい、これはレーザーのパワーアップになります。今斜めに打ってるやつありますね、はい、これは、レーザー、これのパワーアップになります。それとあとブルーですね、ブルー、これが、自分のこう身を守るですねアームのパワーアップになるわけですね。で最初に今あの自分の身を包むようなの出てましたけども、はい、今はい、でここで、ボスが出てくるわけですね。でこれがヤマトなんですけども、これが、ダライアスの2にはですねなくてはいけないというようなもうボスキャラなんですけど、すごいですね、はい、どこをこれは一番狙えばいいの？今砲台が砲台からどんどん撃ってきてますんで、うん、この砲台をですねまずやっつけていただきます。うん、そうするとですねここで実は、ヤドカリが潜んでるわけですね。このあ沈んで、出てきます。あ出てきた。で今度はこの上をですねどんどんやっつけていただくと、あら船が宿になってしまった、はい、ですからなかなかこう段階を踏んでますんで、この上の部分をですね、はい、やっつけていただいて、そうすると今度ヤドカリだけになるんですよ。もう思わぬ展開ですね。まさかあそこからヤドカリが出てくるようには。結構しぶといんですね。はい、であの当初ですね開発するときなかなかこのヤマトを出せないんじゃないかという話が出てたんですけども、なんとかこの技術力でですね入れましたので、なるほど、はい、ちょっとこれはなんとかね皆さんに頑張って出してほしいと思います。はい、台東の服部さんでした、はい、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、それではですね、はい、続いては、はい、ファミコンソフトベスト10にそうでございました行ってみたいと思います。はい、はい、ファミコのみんな元気だったかな。さあ今週もここビッグカメラの店頭からお送りするファミコンソフトベスト10、今週のランキングはどうなっているんだろうか。まず10位から4位までの発表です。第10位ロックマン3、第9位初登場ゾイド目視録、第8位これまた初登場パロデュースだ、第7位維新の嵐、第6位ラストハルマゲドン、第5位探偵神宮寺三郎時の過ぎゆくままに、第4位三国志2。さあ続いてはベスト3の発表です。第3位ダウンタウン熱血行進曲それゆけ大運動会、競技に出たキャラクターは体力が減ってしまう、競技の途中で体力がゼロになると失格になってしまうから一度競技に出たキャラクターは必ず休ませようね。第2位悪魔城スペシャル僕ドラクラくん、ドラクラくんの攻撃方法は2つ、威力は弱いけど連射するのとエネルギーを貯めて一気に発射するやり方がある、雑魚キャラは連射で蹴散らしちゃおうね。そして今週の第1位
2週連続ドラゴンボール Z 教習サイヤ人、悟空やピッコロの持つカードのマークやキャラクターとぴったり合うと、なんと一時的だけど攻撃力が上がるんだ。もし合わなくてもカードが使えなくなることはないから、どん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 使ってチャンスをつかもう。以上がファミコンソフトベスト10でした。2週連続1位となったドラゴンボール Z、 原作のあるゲームは人気が高いんだけども、どこまで1の座を守れるんだろうか楽しみだよね。ではまた来週。スーパーアクションシステムプラス AI を搭載、飛龍の剣3ついに完成。ファミコンハードの限界に迫る飛龍の剣35人の龍戦士絶賛発売中。スーパーアクションシステムプラス AI を搭載、飛龍の剣3ついに完成。ファミコンハードの限界に迫る飛龍の剣35人の龍戦士絶賛発売中。当たり前、オーケー、ワクワクドキドキ嬉しいこの安さ、オッピーホッピー当たり前、アウカメラに AVOA オールニューカモンレッツゴー、今新しいビッグの新風や、ビッグ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 カメラ、エクスカイザー戦え、宇宙警察カイザーズ、スカイマックス、ラッシュマックス、ドリルマックス、3体で巨大ロボゴッドマックスに合体、すごい勇者がやってきた、ダイナミックな変形メカカバヤエクスカイザーガム新発売、100円のマーブルチョコもよろしく、カバヤ。はい、チャレンジランドの方も熱戦が続いているようですが、はい、続いてはファミッコ攻略塾のコーナーです。はい、今週の先生はバンダイの橋本さんです。はい、どうも、お疲れさまです。よろしくお願いします。元気ですね、相変わらず。はい、はい、今日はですね、やはり大人気ソフトドラゴンボール Z、はい、この教習サイヤ人のですね解説をしたいと思います。はい、画面見ていくと分かりますが、もうですね、出ておりますが、この強力な悟空のお兄さんラディッツです。これとの対決の際にですね、お助けカード、これをですね、はい、細かく今日はご説明したいと思います。まだ全部持ってないお友達もいると思いますので、この辺の使い方を一個一個やっていきたいと思います。でカードたくさんあります。亀仙人、シェンロン、神様、バブルス、カリン様、ブルマ、ミスターポポ、じいちゃん、占いババ、プーアル、エル、はい、エンマ様、大王様、ありますね、このようにバーッとあります。でとりあえず相手の手の内を見るためにまずスカウターを使います。そうするとラディッツのバトルポイント並びにヒットポイントが表示されます。これで大体敵のどれくらいの力を持ってるんだなというのを把握します。で、続いてここでですね、やっぱり仲間の応援を頼もうということで、あんまり力はないんですが、いろんなカードがあります。ヤジロベ、会場の皆さん知ってますね、俺様が助けてやるっていう実は行きます。それからですね、父というカードを使いますね。これを使いますと、なぜ有利になるかと言いますとですね、これが必殺技カードになります。必という字はですね、必殺技です。はい、で、さらにですね、まだいろいろありますが、海王様とかですね、エンマ様、これをエンマ様を使いますと、例えば今数字見てください、4が7に、Z に変わりました、はい、Z っていうのは実はもう答えを押しちゃいますと、数字でいう8に当たります。8ということで一番強いんです。実は今まで7が一番強かったんですが、それよりも強くなると、で、まあ一応シェンロンとか使いますとですね、もっとパワー上がるんですが、まあとりあえず、この辺で、実際に戦ってみましょう、ね、時間もありますんで、はい、この辺で、まあ派手なハメハメ派と、まあ、それからピッコロ、まあ、Z の最強の数字で戦わせます。でここでまずヤジロベの応援、ヤジロベ一生懸命来てくれましたが、実は9ポイントしかダメージ与えてないというちょっと非力なんですかね。そうですね、さあここで、実際の 3D バトルでお互いに体力使います。で先ほどあの数字言いましたでしょ、あのスカウターでもう敵の手の内が分かるようになってますんで、それで、まあ、このように戦うことができます。はい、で悟空のカメハメハ、さあカウントダウンもディレクターさんが10秒前という数字を言ってますけども、はい、27で、まあ、このように戦っていきます。でまず Z は最強の数字ですが、はい、2に弱い、2
2に弱い。あ、じゃあ無敵じゃない。無敵ではないです。これ忘れないでください。 Z8 は2に弱いで、今まで最強の7は1に弱い。さらにお助けカード、今言った使った部分でいきますと父、それからエンマ様、うん、これをうまく攻撃時に使っていただくと当然有利になります。なるほど、はい、忘れなきように、はい、お願いします。よくわかりました、ね、8は2に弱い、8は2に弱い、はい、7は1に弱い、はい、はいはい、ということでバンダイの橋本さんでした。はい、どうもお疲れ様でした。そろそろ時間ですね、チャレンジランドの方が。はい、それではみんなカウントダウンいきますよ、はい、せーの、5、4、3、2、1、はい、ストップ。はい、どんな結果が出たんでしょうか。はい、集計の前にですね、はい、今週は素晴らしい、お知らせがございます。そうなんですよ。ということでここから出てくるんですけども、ここに私が持っているのがですね、エニックスが制作いたしましたドラゴンクエストの、はい、1991年版のカレンダーなんです。すごいでしょ、ほら、かっこいいでしょ、欲しいでしょ。ちょっと中をめくりますとこんな感じになっていて、ドラゴンクエストの1から4まで3ヶ月ずつ分かれていて、ね、こんな風になっているんですね。そしてですね、ドラクエのキャラクターが365日分総出演ということで、こんなシールになっているんですね。そうなんですね。ちょっと今私が貼ってみましょうかね。はい、ポンとこんな感じね。みんな欲しいでしょう。こんな素敵なカレンダーを20名のお友達に抽選でプレゼントしちゃいます。はい、ご希望の方はこちらの宛先までハガキでご応募ください。締め切りは11月20日の消印まで有効です。どしどしお待ちしてます。お知らせに続いてはゲームボーイアタックのコーナーです。はい、まずはとっておきテクニックにアタックということで、今週はコナミの尾花さんです。こんにちは。どうもこんにちは。今日はい、ステージ2のボスキャラの倒し方。そうですね、はい、まず途中から始めることになるんですが、早速やってみましょう、はい、今普通ですやってますね、はい、でここでですね、これとスーパーキャンディーっていうのが、これは3方向に弾が出るようになりますので、はい、これを忘れずに取っていただくと、これ重要なところですね。でこちら側を開けてみますと、ここに敵全滅っていうのがありますから、これも忘れずに取っていただくと。でこの2つがあればほとんどこの面のボス敵は倒すことができやすいということですね。もうすぐボス敵が出てますね、はい、リングだ。出るか。でリンゴなんかを食べておきましてですね、はい、で滝のとこから出てきます。あ、これ滝ですか。これ滝です。滝の裏からですねボス敵が出てきますので、さてどんな敵が、これは古文ですね。ちょっと滝に出てくるのがいます。これは古文です。出た。出ました。これが親分ですね。で動きとしてはですね、はい、右左に動きますから、決まってますから、変わらない、相手が右に行ったら左に行くという感じで、うん、で一回滝の中に逃げたりしますから、うん、慌てないで。あ、本当だ、逃げちゃった。古文だけいますけどね。ただ古文だけやっつけておくということですね。死んでるんですね、まだ。まだ死んでないですね。これは2回からね、3回ぐらい来た、出ました。行ったり来たりしますね。出ました。結構あんまり慌てない。これはしぶといですよ。しぶといですね。割としぶといです。ねえ、そろそろ行けますか。そろそろ行けます。そろそろ行けます。はい。そろそろ。ちょっといけないですね。いけませんでしたね。もう一回、もう一回ぐらいやりたいですね。やりたいですね。せっかくだからね。そうですね。もう一回出てくればね、大丈夫ですから。ボスキャラの倒し方ですね。はい、最後までやらせてもらわないと、叶わないですね。粘ります、尾花先生。倒せるか。おお、頑張れ。頑張れ、頑張れ。というわけですね、倒しましたんで。はい。ということで、ボスキャラの倒し方でした。はい、ありがとうございました。好みの尾花さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それではですね、続いては噂の新作にアタック。さて噂の新作、まずはバブルボブル。泡を使って敵をやっつける面クリ型のアクションゲームで、主人公はとっても可愛い怪獣バーブルンちゃん。バブルンちゃんの吐く泡で敵を閉じ込め、その泡を割ることで敵をやっつけていくんですが、1画面中の全ての敵を退治する技など秘密の技もいろいろあるんですって。さて続いては誰でもすぐ楽しめるパズルゲーム、コロダイス。スタート地点のサイコロを邪魔者たちを避けながらコロコロ転がしていって、ゴールに入れれば一面クリア。
というわけで難しい操作は何にもなし。友達との対戦モードを選ぶとパズルを解く楽しさの他に障害物を送りつけたりの駆け引きも楽しめます。チャレンジランドの結果が出たようです。はい、どうなったかな。 A ブロック、ゆえちゃん。はい、 A ブロックです。1番ゆういちくん0対9勝ち点マイナス9、2番けいたくん3対5勝ち点マイナス2、3番たけしくん6対2勝ち点4、4番まさひこくん0対0勝ち点0、5番りょうくん0対9勝ち点マイナス9でした。 B ブロックお願いします。しゅうかちゃん。はい、 B ブロックです。6番あきらくん2対4勝ち点マイナス2、7番けんたくん10対5勝ち点5、8番まさとくん0対5勝ち点マイナス5、9番新作くん1対6勝ち点マイナス5、10番ゆうきくん3対0勝ち点3でした。ということは今週のチャンピオンは、はい、7番のけんたくんです。おめでとう。はい、みんな前に出てきましょう。おめでとうけんたくん。さあ中本さんからプレゼントですよ。はい、おめでとう。けんたくんどうだった？嬉しいです。嬉しいです。頑張ったね。はいはい、それではそろそろ時間が来たようです。はい、この後はプレゼントの知らせです。はい、来週もファミッコ大集合でお会いしましょう。さようなら。番組からのプレゼントです。今週はファミッコ攻略塾で登場したバンダイのドラゴンボール Z とゲームボーイアタックで登場したコナミのツインビーダをそれぞれ20名様にプレゼントします。プレゼント名を明記の上ハガキでこちらの宛先までお申し込みください。なお当選者の発表は発送をもって返させていただきます。また楽しいイラストもお待ちしています。ファミコンアドベンチャーゲームシリーズ第4弾探偵神宮寺三郎時の過ぎゆくままに好評発売中。データイースト。迫り来る大怪獣デブラス、君が指揮する防衛隊との決戦が始まった。ファミコンソフト大怪獣デブラス12月下旬新発売。データイースト。コナミゲームボーイソフト。コナミ。ドラキュラくんだ。悪魔城スペシャル僕ドラキュラくん、ファミコンソフトで好評発売中。コナミ。この番組はかばや食品とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。悟空もさらにパワーアップした。迫力の 3D バトルに最新の必殺技も登場して、ドラゴンボール Z 強襲サイヤ人。ゲームセンターの人気者ワニワニパニック大登場。毎日楽しくワニ退治ワニワニ。